コナス・マヌエル・グティエレスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州サエン・スペーニャ出身のサッカー選手。CA ・バンフィールド所属。ポジションはミッドフィールダー。RCD ・マヨルカ在籍時にゴールパフォーマンスでマスクをかぶっていたことから、スパイダーマンと呼ばれている。2001年から2005年まで、ベレス・サルス・フィエルドに在籍し、2005年のプリメーラ、ディビシオンのクラウス・ウラで優勝を果たしている。 その優勝後、マヨルカと契約を結んだ。2008年7月1日に FIFA17 フフ条を行使し、一方的にクラブとの契約を破棄した。その結果、マヨルカは1500万ユーロの損害保証を求めて、彼と新しい所属先に対して提訴することを予定していると考えられていた。2010年4月のチャンピオンシップ月間、最優秀選手に選出された。 ホナス2008年7月2日、5年契約で入滑するユナイテッドと契約を結び、マヨルカには500万ポンドが支払われた。グティエレスは、ホナスという自分の名前が好きなので、ユニフォームには、グティエレスではなく、ホナスとつけると述べた。開幕戦のマンチェスターユナイテッド戦でデビューを飾り、好プレーを披露し、チームは毎シーズンのチャンピオン相手に1から1で引き分けた。 BBC の解説者であるアラン・ハンセンは、プレミアリーグにデビューした選手の中で、最も印象的な活躍をしたと、マッチ・オブ・ザ・デーで話した。活躍を続けたが、9月と10月は、肩の怪我により、多くの試合を欠場した。タイムウェア・ダービーのサンダーランド戦で交代で出場し、チームに復帰した。その後のウエスト・ブロムビッチ・アルビオンとアストン・ビラ戦は、スターティングメンバーとして出場し、 良いパフォーマンスを見せた。しかし、ニューカッスルは低迷し、アストンビラに敗れ、降格が決定した。その時、グティエレスは一人ベンチに佇んでいた。ノリジシティへのレンタル遺跡2014年1月13日、ノリジシティへ、レンタル遺跡が決定した。2015年9月1日、デポルティ・ボラ・コルーニャとの1年契約を結んだ。2016年9月5日、 ディフェンサイフスティシア A 席2017年7月10日 CA インデペンディエンテと2年契約を交わした A 代表デビューは2007年2月に行われたフランス代表との親善試合であり2キャップ目は9月11日のオーストラリア代表戦で記録した2008年から2010年までアルゼンチン代表監督を務めたディエゴ・マラドーナは今の代表チームは マスチェラーのメッシ、ホナスと8人の選手によるチームだと表現し、グティエレスを徴用した。初ゴールは2009年2月11日に行われた、フランス代表との親善試合で、前半に記録した。2010フィファワールドカップでは右サイドバックとして出場し、グループリーグ初戦と、第2戦では先発出場したが共に警告を受けてしまい、第3戦は累積警告で、 出場停止となり、これ以降はニコラスタメンディニスタメンを奪われた。ありがとうございます。